ここは教皇庁の研究室だ。気分は？なんか不思議な感覚が。あ、リリアは？ルエはどこに？落ち着け。まずは自己紹介をしなければならないな。私の名はカミラ。教皇庁で妖魔や邪妖について研究している。そして時の花嫁となる巫女リリアーナとルーエンハイドは姿を消した。お前が殺された後にな。え？お前は死んだ。覚えてないか？月の女王に心臓を貫かれたこと。無謀なやつだよ。生身の体で月の女王に向かっていくとは。嘘だ。今こうして生きている。そう、半妖の体でな。半妖？人工的な汎用化は未完成の技術だが、選択肢はなかった。お前に妖魔の青い血を流し込み、汎用として生き返らせる実験を行った。どうやら成功したようだな。新たな心臓も適合している。私は嬉しいぞ。汎用、私が。そんな、嘘だ、嘘だ。落ち着け、エージェントアルーシュ。お前にはやるべきことがあるはずだ。教皇は任務の継続を希望している。お前はまずリリアーナを探さねばならない。そうだな、エージェントアルシュ。ついてこい。私がサポートしよう。どこへ行くんです？ユーラルム。リリアーナの目撃情報があった場所だ。
よ。安心しろ、今のお前には新たな力がある。体に妖魔の血を宿したことで使える剣、私たちは知剣と呼んでいるがな。知剣。さあ、自分の力を全て放出するイメージを思い描け。あとは血が答えてくれる。どうだ、汎用として戦った感想は。これが私の力。驚くにはまだ早い。お前は十分にその血の力を使えていない。お前には妖魔の血とともにある汎用の血を流し込んだ。そう、伝説の汎用アーナスの血だ。アーナス、妖魔の朝、夜の君と戦ったという、あの。さあ行くぞ。ちょっと。ネーロじゃないか。
元気だったか？よしよし。お前、邪妖に知り合いがいるのか？あ、こいつは昔ここに住んでた時に友達になって。これは珍しいな。こいつ魔に侵されきっていない。どういうことです？青い血を浴び邪妖になった者は心まで魔に侵され人を襲うようになる。だが稀に元の心を保つ者もいる。こいつがそれだ。確かにちょっと目つきは悪いけど悪さをするようなやつじゃないんですよ。目つきが悪いは余計だろ。久しぶりだな。喋った？あ？俺は前から話してたぜ。あんたは分かってなかったみたいだが。どういうことだよ。俺が知るかよ。おい、お前一生懸命邪妖に話しかけて、やはり実験はし違います。私こいつが何喋ってるか分かるようになったみたいなんです。邪妖の言葉が分かるだと？なるほど、青い血の力か。邪妖の言葉が分かるとは興味深い。は、確かにちょっとあんた変わったな。青い血の匂いがするぜ。俺も一緒に戦ってやるよ。お前戦えるのか？ああ、ちょうどあの連中には餌場を荒らされてムカついてたんだ。強いんだな。別に褒めても何も出ねえよ。なあ、これからも力を貸してくれないか。リリアーナを助けたいんだ。お前も覚えてるだろ。まあな。でも私だけじゃきっと力不足だ。あげられるものは何もないけど。そんなことねえよ。え？なんでもねえ。いいぜ、手伝ってやるよ。ほんとか？ありがとう。邪妖を連れて行くのか？行けませんか？いや、これからも心を保った邪妖を見かけたら仲間に入れればいい。きっと
邪妖の中にも溶け込めず、人にも受け入れられることのなかった存在だ。カミラさん、わかりました。あいつも内心喜んでいるはずさ。け、何言ってるかわかんねえくせに好き勝手言ってんな。そんな、嘘だ。いや、アルーシュ、説明する。うむ。ご主人、ご主人、ちょっと来てくれ。ん、どうした？俺の力を見せてやるよ。着いたぞ。ここは教皇庁が経営していたホテル。ホテルエテルナだ。あ、すごい。今は私が管理を任されている。これ、ほら、早速お客さんのようだ。
当にアルなのか。あの時死んだんじゃ。あ、生きてたんだ。ルーエこそどうしてここに。私が情報を流した。お前がここに来るとな。バカ、一体どれだけ心配かければ気が済むんだ。生きているなら生きていると言ってよ。え、そんな無茶な。うるさい。でも生きていてよかった、アル。それでリリアはどこに。ルーエも知らないんだ。私もわからないよ。この町での目撃情報を頼りに探すしかないようだな。あなたは。紹介するよ。この人は私の命を救ってくれたカミラさん。カミラって、あのカミラ博士ですか。知ってるの。当たり前だ。邪妖研究の権威で有名だろう。この方の研究があったからこの町の首都移転も成功したんだろうが。そんなことも知らないのか。まったく、そういうのを世間知らずと。まあ私のことはいい。ルーエンハイド、お前のことを調べさせてもらった。私のこと。教皇庁と敵対しているルルド教団に所属してはいるが、今のお前は幼なじみのリリアーナを助けようと心から思っている。そうだな、ルーエンハイド。はい。妖魔をも斬るお前の危険の力が必要だ。ホテルに入り設備を使うことを許可しよう。私には。では入るとしよう。二人ともホテルエテルナへようこそ。よし、準備を整えてすぐに探しに行こう。待て、お前はまだ過度に動いていい体じゃない。今日はもう外に出るな。そんな。ここにはいろいろな施設がある。今のうちに見ておけ。わかりました。Thank you.